はい、半負けの本家の半前岩先生です。1月6日ですけども、明けましておめでとうございます。1日から話しておりますけれども、私は半負けの、名簿ありますでしょ、電話帳ありますけども、半負けというのはありますけど、半負けの本物の貴族ですね。国家で歌われてる。君が要は岩尾となりたって、岩尾という名前。これは皆様方が歌ってますけども、私の名前です。父の名前、じいさんの名前ですね。本物の貴族をね伝えるために歌ってるものです。日本人がね、私の存在をね。で、天皇家とは違いますね。天皇家は昔選ばれた大統領、イギリスエリザベス女王も昔選ばれた大統領ですね。私と違うのは、私は本物の貴族である。彼らは徳川家というような普通の凡人がなった人たちですね。ということをぜひ、知っていただきたい。で、歴史も天皇家よりか、天皇家悪いね、悪いけど、本物貴族なんでね、もっと古いですがですね、日本ができる前、ね、中国も作ってるし、アメリカも作ってるし、イギリスも作ってるしね、古い存在です。日本の歌ではないです。君が代はね、私はね、違います。世界の国の王様です。本物ね、本物の貴族ってね。ただ貴族とかいうのは私が生まれてくる時に作ったものであって、裕福にね私が用意したものなんですね。じゃないと育ったないということで、私はまあ億万長者のね、じいさんね、から生まれてきてるわけですね。本物の本家のね、貴族だね。そうしないとやっぱり私が成長できないということで、億万長者で生まれてきておりますね。あと政府なんかでは、新潟県西蒲原郡や彦村の権利所の創業者でもありますね、私はね。国で運営してますけども、私も運営しております。じいさんの時は自分の庭にね、何十万坪も庭があったものですからね。自分の庭がね、広かったものですから、億万長者ね、同じくね。で、競馬場建てたんですけど、手間がかかるということでね、上の方から言われてきましてね、宇宙ですね、宇宙の人間を管理している上の知能の生物との打ち合わせでね、生き物は大変なんで競輪場にしたんですね。で、競輪場からもうじいさん亡くなったんで、私の許可でもってですね、競輪場に変えて、じいさんが建てた競馬場ですね。閣僚やってたんですけども、定年で村長やっててね、その時に弥彦村の村長やってて、それで建てたんですけど、また大きい会社も社長やったもんですからね。で、権利上に書いて、で私の代で私が創業者となってますけどね。政府が経営する、今ちょっとカレー作ったんですね。もうめんどくさいから、牛肉ひき肉6キロ買ったんで、韓国のねアマゾンで買ったんだけど、結構冷凍ひき肉を買ったんですよ。ちょっと安くて美味しいんでね、6キロ1000ちょっとで買えたね、1300円ぐらいでね、1キロ買えたんで6キロ買ったんですけど、でカレーにしました。皮肉のカレー、今はちょっと湯だったみたいですね。匂いがします。で、この後ちょっと用意しないといけないと思うんですけども、お雑煮ばっかり食ってまして、お餅を10キロ用意しましたね。今年はね、自分で餅つき機を買ってね、一升なんだけども、一升はちょっときついね。やっぱ5升ぐらいじゃないときついね。で、一升ので炊いたら10キロのもち米で結構時間かかっちゃったですね。1日以上かかっちゃったですね。
つけるのがめんどくさいね、6時間水につけとくっていうのね。これめんどくさい、2時間ぐらいで省略した場合でもやってみたけども、あんまり変わらないね、味がね。まあ2時間ぐらいつけても、でも蒸せるということも分かったですけどね。まあこねるときはね、必ず蓋外してね、余熱を冷やしていきますとね、取れやすいですね。回ったまま手で取れば簡単に取れますね。片栗粉にまぶしておけばね、で袋の中に入れておけばって、袋の中に平らにね、2つか3つに分けて、ね、平らにしておいてね、それで冷やしておけば固まった時に後で切りやすいんでね。大怪我しますからね、分厚いままでね。で今分厚いままにしちゃったんだけど、これはまず自分の失敗ですね、勉強ですね。失敗というわけじゃないですけどね。まあそのということでね、私はね一人で、やってます。で、実情は僕は世界一の億万長者だと思うんで、また人間よりか上の知能の生物なんで、人間に味方いないし、人間は汚いんで友達もいませんから、本物貴族だからね、友達も知り合いもいませんから、ぜひ注意してください。大学はね、高校までに和光大学文学部の勉強を終えて卒業してね、和光大の学長の家に行ってましてね、高校の時にね、何回も行ってね。で、高校までに和光大学文学部を卒業しちゃって、それから、神奈川工科大電化、昔、生徳大っていう大学ですね。生徳工業大学だったんですけど、神奈川工科大っていう名前に変わったんですけど、その初期の時にね、入って、神奈川工科大電化